ペ平エルベチオ1指輪の降る時刻魂胆もないのに何か魂胆のあるように思われたりするのは大変迷惑なことである。俺は別に あの三座市の垣根を通行せねばならない訳があって通行していたのではないのだあの娘はきっと俺のことを勘違いしたのに違いあるまいリゅウさんの日記ですリゅウさんは心身評論家で相当の売れっ子なのですが惜しいことには病弱でして今年も暑さにとうとう負けてこの海岸へ展示してきているのです 伊藤龍介というのが本名なのですが誰もが彼のことを龍さんと呼んでいるしまた龍さんの方が彼にはふさわしい呼び方でもありますこれは彼の姿がいかにも竜としているというシャレにもあたるのですその龍さんが今夜どうしたことかひどく興奮して散歩から帰ってくるなり日記帳へ殴りがき始めたのがこの文句でした なるほど考えてみれば俺は今日で10日ほども毎日決まって同じ時刻にそのさんざしの垣根を通行してはいるしかし俺がその道を通行するのは俺自身のプライベートな要件のためであって決して彼女が勘違いしたようなそんな魂胆があったからではないのである俺はただ その道が海岸へ近道だという唯一の理由で通っていたに過ぎないのだ散歩していただけなのだ事の起こりとか物の間違いとかいうやつはえてして些細なことから出発するらしく見えますかくまで龍さんを噴してしめた原因というのはこうなのです夕刻の7時頃が来ると龍さんは胸の辺りに微熱さえ発して どうしても家の中にはいたたまれなくなるのですそこで彼は毎日7時ごろになると家を出て散歩することに決めていたのです今日もまた浴衣がけで7時ごろ家を出てその三んしの垣根に沿って海への傾斜した石ころ道を歩いていたのです道路の右手は黄色く光る砂原に芋のつるの茂った二十歳で左手は 二尺ばかしのメダカの浮いている小溝を隔てて三座しが三十軒も一直線に並んだ長い垣根ですそしてこの垣根に包まれた広大な邸宅が村の人たちの言う奇妙屋敷なのです劉さんは奇妙屋敷に関してあまりたくさんな事実を知ってはいませんしかし村の人たちの噂を聞いて この邸宅の持ち主が都でのかなり有名な富豪江沢伝右衛門氏であり毎年7月になるとここへ来て9月の末まで美月の間滞在するのだということぐらいは知っていましたなぜこの別荘が奇妙であるかといえばそれはむしろ奇妙なのは伝右衛門氏その人であると申さねばなりません彼は7月初めにここへ来ると まるで貝殻が貝の中へ潜るように閉じこもってしまい一歩も外へ出ようとはしないのですそればかりか暑い盛りの日中でも屋敷内の100にも余る窓という窓をぴったりと閉ざし村人たちと交際するどころか顔も見せずもし誰かが間違ってでも邸内へ踏み込もうものならそれこそきっととんでもない目に遭うに決まっています事実 二三の村人が何かの用事で夜更けてその三座市の垣根を通行した時デン・ゲモン氏がピストルを持って庭園の芝生をうろついているのを見たというのです噂の真偽は別としても江沢デン・ゲモン氏は確かに一風変わった性格の持ち主らしいのです劉さんはいつ通ってみてもこの屋敷の窓という窓が 暗くて穴のように絶えず密閉されているのをかねがね不思議だとは思っていましたがまさかこの屋敷がそんな奇妙な人物の住まいであろうとは知らなかったので毎日ここを通って海岸へまで散歩していたのです今日もちょうどその一直線の垣根の中央にある歌舞伎門の辺りへ来かかった時でした龍さんの頭のカンカン帽に コツンと音を立てて落ちてきたものがあるのです見るとそれが指輪でした純金製の細身な女持ちのかなり高価なものらしいのです指輪が降ってきたまさか青空からでもありますまいうさんはある予感がしたので何気なく伝右衛門指定のポーチを見たのです するとそこに水色がかった簡単な服を着た18区の少女が1人立っていたのです少女は突然な龍さんの視線を真っ向に受けて狼狽したらしく鳩のように身を翻すと邸内へ逃げ込んでしまいました龍さんはかがんで石ころの間に光っている指輪を拾い上げようとしましたそして 指輪から少し離れたところに落ちていた小さく折りたたまれた紙切れを発見したのです竜さんはそれを拾う竜さんはそれを読むそうして竜さんは憤慨したのでありますあなた様のお心はうれしくお受けいたします しかし私のことならばどうか諦めてくださいませ。私はエルベチオという恐ろしい運命に縛られている悲しい身の上なのですから。そうしてもう私の家の前をたびたびお通りになるのはよしてくださいませ。父もどうやら近頃では、あなた様のことを感づいたらしゅうございますから。 雪こんな文句が書いてあったのですあの少女が指輪に絡ませて投げたのが飛んで外れて落ちたものでしょうそれにしても何という迷惑な言いがかりでしょううさんはそれから1時間余りも海岸を散歩しながら試行してみて「これは誤解に違いあるまい」という結論を得たのでした。 魂胆もないのに何か魂胆があるように思われたりするのは大変迷惑なことです二奇奇妙妙屋敷へ奇妙な訪問。翌朝起きると九時でした慌てて朝飯を済ませ指輪を握って出たのが九時半です 奇妙お屋敷の歌舞伎門のイボを探してそれを押すと10分ほども経ってから60近い上品な老婆が出てきました老婆は龍さんのカンカン帽を目標のように見るとまだ龍さんがイチゴも発言しないのに「お嬢様がお待ちかねです」というのでしたそして面食らった龍さんの右腕を取って 誰かに発見されるのを恐れるらしく、こそこそと植え込みの中を分けて、多分あの少女に言い含められていたらしく、彼を遠く引っ込んで、その一部屋だけが本邸と離れている洋館の方へ連れて行くのでした。ドアを叩いて中からの声を聞くと、老婆はすぐ心中のノブへ手をかけていました。部屋は、 こんな広大な邸宅のものとしてはいくか見劣りがするぐらいな質素な装飾物で飾られているのでした正面の本棚本棚の下のテーブルテーブルの後ろにその少女ユキが立っていたのですいらっしゃってんね老婆が去るとユキが言うのでしたたぶん いいらっっししゃるだろうと思っていましたの。うさんは黙って握っていた指輪を少女の前のテーブルへ音を立てておくのでしたこれ、れおかしします。それから。ところが指輪を見ると少女はなぜか真っ赤になってうつむき込んでしまうのでしたいいえおっしゃらなくても私よく分かっていますわ。 いや、そんなのじゃないのです。ただ僕、誤解されているということだけを。まあ、誤解ですって誤解なんかじゃありませんわ、決して。それが誤解なんです。僕、何にも。ここまで彼が言いかけた時です。そして、これから彼が少女に誤解の説明を始めようとした時でした。 おゆきそこにいる男は誰だ扉の外でこんな土星が起こって、ノブがことりと回って扉が開くと、一人の老人が鋭い眼光でにらまえながら入ってくるのでした。パパと、会長のような絶叫が少女の唇を裂くのと、少女が老人の右腕へ飛びつくのと、 老人が右手に持っていたピストルの引き金を引くのと同時でした無法にも老人はリュウさんを狙って発砲したのですそれ玉が天井のシャンデリアに命中した音が凄まじい反響を呼んで丁内の空気を侵害させていましたリュウさんは無我夢中外へ飛び出してしまいました 3垣根から飛び出してくる男2日2晩寝続けてやっと龍さんは興奮と動物類を鎮め彼の平常さを取り戻すことができていましたしかしこんなことがあるようでは神経衰弱もだんだん重くなるばかりだしそれに龍さんはあの日の恐怖がまだ残っていてなんだかどこにいても かの老人がピストルを振りかざし、今にもそこらの物陰からひょっくり現れてきそうな気がするので、龍さんはいっそ東京へ帰っちまおうかと思うのでした。が、ここにいたとて外出さえしなければ、またたとえ外出しても、あの三差しの垣根を通行しなければ、いくら奇妙な伝右衛門誌でも、 まさか歩いているだけの人にピストルを突きつけはしまいと考え直してそれに彼は恐ろしいながらもなんだか奇妙屋敷の秘密に興味を持ち始めまた一つにはユキという少女との交渉のこともあのままにして去るのは気がかりだったのでやっぱりこの海岸へせめてもう56日滞在してみようと決心したのです。 翌日でした。竜さんはしかし7時頃が来るとやっぱりさんざしの垣根の道へ足が向くのでしたまるで何か目の見えない糸に引っ張られてでもいるように紀明温屋敷の南を向いた窓は今日もまたいつものように全部密閉されているし夕刻のどんよりした空気の底で静かに沈黙しているだけで 見たところ別に変わったこともなさそうでした。とガサガサ、ガサガサ、そんな音が突然龍さんの足のあたりから聞こえてきたのです。龍さんは驚いたまま立ち止まってしまうのでした。なぜならついそこの彼から一軒とは離れていない山座の垣根を分けて一人の不思議な人物が飛び出してきたからです。 さんと同じようなかんかん帽をかぶってりゅうさんと同じように浴衣がけのその男は飛び出してきて石ころ道へ立つとりゅうさんが突っ立っているのを知りはっとしたらしく次の瞬間バラバラと石ころを蹴散らしながら逃走し始めるのでしたそしてりゅうさんがしまったと思った時にはすでに芋畑の小道を曲がって だだんだん小さくなりつつあったのです。さんは慌てて歌舞伎門のベルのイボを押しますすると以前のように10分もたってからやっぱり老婆が出てくるのでした老婆は彼の姿をちょっと見るとすぐ彼が発言する暇もなかったほど素早く艇内へ引き返してしまうのでしたどうしたということでしょう この老婆もまた奇妙屋敷の住人として確かに風変わりな人物でありますそうしてうさんがポカーンとして待っているとやがて老婆は何か手に持って再び現れてくるのでしたお嬢様がこれをあなた様へ渡せと。そういうのです手に持ってにっきたのは、 茶色の封筒でしたそしてそれを龍さんに渡すとそれだけっって引っ込もうとすするので龍さんは慌てて呼び止めて言いました「今そこで変なやつを見たから何か屋敷内に変わったことでもないか調べておいた方がいいでしょう」「泥棒かもわかりませんからね」「4。 に思考力ありや砂浜の松の木陰で寝転んで竜さんはたった今渡されてきた茶色の封筒を見ていましたお優しきカンカン帽子の方へ表書きがこれです裏には「雪絵の3時」と「7月27日」という昨日の日付がありました 昨日を書いて彼が通ったら渡すようにとあの老婆に頼んでいたものでしょう封を切ると花模様のある上品な便箋紙10枚余りへぎっしり書かれた手紙なのですまだ名も知らないあなた様に突然こんなお手紙を差し上げる私の失礼を許してくださいませこんなお手紙を差し上げるのも あなた様はきっとお優しい方だと思います。もしあなた様が乱暴ないけないお方だったらあの日の私の父の失礼に対しお怒りになりあるいは父と争われたかも分かりませんものあの日の父の行為は あなた様にその意思さえあるならその場で父が殺害されたとて正当防衛であることは誰もが認めることでしょうあなた様は私一家の敵ではありますまいでもあなた様は私の父のことを発狂しているとお考えになられていらっしゃることでしょう私の父は決して強人ではないのです ただ、狂人のように、ある事実を恐れているというだけのことなのでございます。父の恐怖や警戒が誰を目標にしているのか、今でも私にははっきりわからないことなんですけど、父の警戒に父自身の命がかかっているらしいということだけは確信することができるのです。父があんなに変わってしまったのは、 私の母が亡くなった年、今から6年前の夏からなのですの母の葬儀を済ませた翌日父がどこからともわからない一通の手紙を読んだ瞬間からなのですこの日から今まで優しかった父の性格が一変してしまったのです そして子供心にもそれはどんなに悲しかったことでしょう仏像のように穏和だったお顔までが間もなくいつも死人のような暗さに変わってしまわれたのですもの疑い深くいつもいつもお気の毒なほどイライラされてたまらなくなるとお酒をお上がり家の召使いたちや私につらく当たられてそんなこんなで 召使いたちも一人去り二人去りして今ではとうとうお屋敷には父と私とそれからもう二十年も忠実にいてくれる老婆と三人切りになってしまいましたのそうして不思議なことには父の恐怖や警戒が七月になると高まり八月には一年中で最もひどくなり九月十日になると だんだん和らいでくるということなのですの。だから、七月から九月まではここへ来て、この別荘で暮らすことに決めているんです。父も現在ではだんだん諦めてきたらしく、夏の間の三ヶ月をのけると、他の月はわりに楽な気持ちでいられるらしいのでございます。この六年間の恐れで父は三倍ものお年を召して、 今では父を見た人に父の年が42歳だと言っても誰も信じないほど老人になってしまいました私は父のいろいろな場合に不用意に漏らす断片的な言葉を6年間に寄せ集めて次のような事実をおぼろげながら知ることができたのです父は若い時一人の友人とある女を争ったこと その女が私の母であるかどうかはわからないのですけど、そうしてその友人は失恋したまま遠い国へ去り、6年前にやっと日本へ帰ってきたものらしいこと。父の恐れは、どうやらこの男に復讐されるということらしいこと。しかしいくら考えてみても、私にはわからないことがまだたくさんあるのでございます。私には 何もかももか打ち明けておお話しするることのできるお友達が一人もありません。父が私をそんなふうに一りぼっちで育ててしまったからですの今幸福なことに私はあなた様というお方を得たのですあなた様はきっと私たち一家の味方となって訳のわからない敵と戦ってくださるだろうと信じています だからこそこんな秘密もお打ち明けするのです父は口癖のようにエルベチオーとかフレボートムスとか私にはわからないことをつぶやいていますエルベチオーとは一体何のことなのでしょうかもしご存じなら教えてくださいませあるいは父の恐れの根源がこの一語の中に含まれているのかも分かりませんから もう一つ分かっていることは父が凶器のように顔を恐れているということなのですこんなことを書くと様子を知らないあなた様はおかしいとお思いになるでしょうがこの別荘の全部の窓を密閉して外部から蚊が侵入するのを防いでいるのは父の命令なのでございますそして父の警戒が夏になってますというのも ここののとと関係があるらしいのです父は蚊を恐れていますそして私もまた時々あの気味の悪いうなりを立てて飛び人間の血をすするかという生物に対して何か限りない恐怖を感じる折があります恐ろしいか父がある人から復讐されるということと 蚊を恐れているということとの間にはどんな関係があるのでしょうかそしてあああの「君の悪い蚊」には一体思考力というものがあるのでしょうか私は何もわからないのです私を助けてくださいそして私をこの訳のわからぬ運命から救ってください お願いです私は一昨日から父のためある部屋で監禁されています。この手紙はばあやに頼んであなた様にお渡ししてもらうつもりです。この手紙が一日でも早くあなた様の御手へ渡るよう神に祈りながら。 妙なことを頼まれたものです。しかし頼まれてみると龍さんも男ですからまさか捨てておくわけにはいきません龍さんはそこである友人ののことを思い出すのでした。それは龍さんの親友の一人で学生時代に「何でも」という妙なあだ名をつけられたほど博学で聞こえた男だったのです うさんはそれから町の郵便局へ行って長文のこんな電報を発信したものです「蚊に思考力ありやエルベチオーとは何であるか」末「辺末龍」「五エルベチオー」 気をしかにもて「司祭ふみ。翌朝彼はこんな返電を受け取ると顔中をくしゃくしゃにして伸びをするのでした「司祭ふみとあるからには手紙が来るのでしょううさんはその手紙を読んでから自分の取る行動を決めようと思ったのです手紙は速達でその日の夕刻届きました その,しその友人の親切な回答文略南米のジアガス病エインハムオロヤ熱マリン子性血球中病クライソマイアマセリア以上のものは地球上での恐るべき伝染病であるがエルベチオといえばこれらに数倍する危険なる伝染病でジアガス病のドリアトーマカ マンソニエカなどと同じくエルベチオの媒介者はフレボートムスという日本の藪科に似た黒い島のある巨大な蚊なのだこのフレボートムス科にやられるとエルベチオつまり一種のエソだねが肛門から大腸に向かって急収するので短時間のうちに絶命するのだ日本には、 山口県に以前発生したことはあるがまあ珍しいと言っていい病気なんだどうしてこんなことを知りたいのか知らぬがあまり突然なので驚いたよそれからこのエルベチオの症状はパラチブスのそれと酷似しているそうだ実は俺もエルベチオなんて知らなかったので早速調べてみたというわけなんだ 蚊に思考力があるかなんてバカなことを書くなそれからリュウさんは約束通りエルベチオーの説明をあの少女にしてやるため手紙を持ったまますぐ外出したのです今日は艇内へは入らずと老婆に頼んで何とかして少女を呼び出してもらいどこかそこらの海岸でも歩きながらよく話をするつもりでいたのです歌舞伎門のベルを押すと 10分ほどたって出てきたのはやっぱりいつもの老婆でした老婆は龍さんの頼みを聞くと「お嬢さんは多分あなた様とお会いすることはできますまい」と拳のような冷静な口調で言うのでした「なぜですなぜ会わないのです?」龍さんはいくぶんかせき込みがちでした。 ご主人がお亡くなり遊ばしたからですご主人ご主人というとデンゲモン氏のことですいついつですそれは昨狼<日>。それを聞くと龍さんはとっさに老婆を突き抜けて帝内へ走り込んでゆくのでしたそして 竜さんが玄関へ飛び上がるのと少女ユキがホールの扉を開けて出てくるのと同時でしたユキは竜さんを見ると倒れるように彼の胸へすがりついてくるのでしたパパがパパが6殺人か デンゲモン氏の死骸の置かれた8畳の日本間には強烈な消毒液の周期が充満していました劉さんはこの部屋で泣き沈む少女をなだめつつ次の話を聞いたのでした夕刻の6時頃まではデンゲモン氏はこの8畳で確かに無事でいたのだと少女が言うのです私6時頃お茶を持って行くと。 パパはこの部屋でトランクの整理をしていましたの変わったところなんてちっともなかったのに一時間ばかしたって今度行ってみるとパパ倒れて苦しんでいたのひどい熱だったわばあやが町へ医者を迎えに行っている間パパは苦しんで苦しんでひどく苦しみ抜いてエルペチオ ってひとつぎりの変なうわごといってて医者が来るのとパパ死んじゃうのと一緒でしたわ医者はパラチブスだっていうのパラチブスだってでも私なんだかパパはもしかすると誰かに殺されたのじゃないかと思うんだわきっと殺されたんだわ 昨日の7時頃といえば龍さんがあの垣根から飛び出してくる男を見た時刻です龍さんは何がなししまったと思うのでしたそれから龍さんは約束通り少女にエルベチオの説明をしてやったのです少女は彼の説明を聞き終わると何か思い当たることでもあるらしく顔色を変えて ダメを押すように言うのでした。フレボートムスって蚊のことなのねヤブカみたいなとても大きな島のあるそうだそうなんですがね。少女は突然立ち上がるのでした。私ね、さっき言ったでしょパパはきっと誰かに殺されたんだって。そいでわかったの。私の予言。 たたっていいのかもかもわわ。らな私パパの手のひらから顔を見つけたのパパがあんまりかたく手のひらをにぎしめてるのでおかしいと思って開けてみるとそう言いながら少女はデンゲモンの死体の枕の下からレコード針の空箱を取り出すとそれを開けて「これ」と差し出すのでした。 見ると箱の中にはペシャンコにつぶされた一匹の巨大な藪カが入れてあったのですまるでラグビー選手のユニフォームみたいに黒い荒い黒島のある藪カでした多分デン・エモン氏の血をたっぷり吸うたであろう一匹の蚊竜さんは言うのです問題は 何者がこの顔この部屋へ話したかということなんですそいつが分かるといいのですがしかし竜さんにはそいつが誰であるかということはよく分かっていたのですだからこそそれからしばらくして夕闇の立ち込め始めた庭に降りて家の周囲を見回りその部屋の窓の下の地面に垣根から窓の下まで往復している 男履きの下駄の足跡を発見した時少女が驚いたほどには決して驚かなかったわけですあの男カンカン帽をかむって垣根から飛び出てきた男が殺人かをはったのだあの時に七、7. お通夜の事件 呼ばねばならぬ親戚はと問うと「一人もない」というのが少女の答えでしただから劉さんは少女にすがられるとその日から数日その屋敷へ宿泊し葬儀万端の手助けをすることに決めたのでしたそして今夜はとにかく老婆と3人でお通夜を済ませることになりました少女も老婆もすっかり竜さんを信頼しているらしく 何一つするにしてもまるで彼がこの家の新しい主人ででもあるかのごとく彼の命令に服従しようとするのでしたそして竜さんも信頼されればされるほどこの気の毒な少女に対して親身の同情を抱き始めるのでした今ではもう最初の指輪の誤解やその誤解を解くことやも彼は忘れようとしていたのです 午後十一時白布をかけた死体の足のあたりには老婆が一人うつむきがちな姿で座っています少女と竜さんは蓮華門師の枕元近くに探座して夜更け聞こえてくるものはただ近くの海の岸に砕ける波の音ばかりでした竜さんは何がなしにゾッとする寒気を感じながら ふと窓の外を見ていました最初の間彼は窓ガラスを通して庭の闇の中にうごめく白い人影を発見した時それを眠たたい目のの錯覚だろうと思ったのですが次の瞬間肘で少女に合図をするとリュウさんは突然立ち上がっていました廊下へ出てポーチへ回ってリュウさんは庭へ裸足で飛び降りるのでした こいつ、と叫んでおいてそこに立ち止まって不思議に逃げようともしない白い人影へ勢いよく飛びかかって行きましたそして龍さんの右手が動くと男の左方を3つ続けざまに殴っているのでしたそれでもまだその男は無言なのです別に逃走しようともせず気味の悪くなるほど素直なのでした 浴衣がけです。そして、おう、カンカン棒を右手に持っているではありませんか。この男です。昨日、リュウさんが垣根から飛び出してくるところを見つけたのは。君だね。垣を破ったり、手内をうろついたりしていたのは。君だろ。う。返事をしろ、返事を。僕、です。 なぜだねそのわけが言えるかね君は青年は伏せていた顔を上げると少女の表情をチラリと盗んでお嬢さんにお会いしたかったからです嘘をつけ嘘を僕本当にお嬢さんにお会いしたかったからです会ってお話をして 僕があのお手紙を差し上げてから10日間も発熱して寝ていたことをお知らせしてお詫びがしたかったからなんです青年の意外なこの言葉で今度は少女の顔色が激動したのでした彼は続けて龍さんにとっては全く思いがけないことばかりを告白するのでしたお嬢さんは 僕のこととその方のことを勘違いしていらっしゃるんです。というその訳を話せばこうなのです青年も胸の病気でこの海岸へ一月ほど前転地してきたのですが列車の中でユキたちと偶然一つの箱に乗り合いしユキの可憐さに引きつけられて彼女もやはりこの海岸で降りたところを知ると後をつけて住居を知り それからというものは雪の邸宅の辺りを毎日のようにうろつき何とかしてもう一度彼女と会いたいと思っていたのですところが少女と会って話をするどころか顔を見ることだってできそうにはないということをまもなく知ると彼は最後の手段で自分の少女に向けた愛情の意思表示をしカンカン帽をかむって浴衣がけで 夕刻の7時ごろさんざしの垣根を毎日散歩する男が僕だからその時刻に出てきて会ってくださるかせめて返事だけでも投げ与えてください」という手紙を書きある日歌舞伎門の下へ置いたのです運よくその手紙だけは少女の手へ渡りましたところが青年は間の悪い時にはしかたのないもので その手紙を書くとから発熱して10日間、外出することもできなくなったのです物事の間違いというやつは得てして些細な偶然から起こるものらしくずっと後からこの海岸へ来た竜さんが間違えられてしまったのです少女は竜さんのことを手紙の書き主だと誤解して指輪に結んだ返事を投げたのです 昨日の夕刻三座しの垣根から帝内へ忍び込んだのも今夜のこともやっぱり少女に会ってその話をしたいがためだったというのです青年の話しぶりも話す間の表情も疑う余地のないほど真面目なものでした会って話してこの青年がエルベーチューとは何の関係もないらしいと分かると リュさんはまたまた初めから考え直さねばなりませんが考え直すといったところでこの上何を根拠にして考え直せるのでしょうデン・ゲモン氏は死んだのです何一つ証拠となるべき条件もありませんたった1匹の蚊デン・ゲモン氏の手のひらでぺしゃんことなって発見されたという1匹の蚊 その蚊がどこから出現したかがわかるといいのです。それから、もちろんのこと、青年は話をしてしまうと、こんな夜中を騒がせた失礼を詫びつつ帰っていったのです。その後で、リュウさんは少女と相談して、デンゲモン氏の死体を解剖することにしたのでした。デンゲモン氏の死因に疑問を持ち始めていたからです。そうして、 解剖の結果は 8. リュウさんの解決ぶり魂胆はないのに何か魂胆があるのだろうと誤解されたりすることも時には決して迷惑ではない俺はそのためとんでもない幸運を拾ったのであるあの少女は 生まれたての空気のように新鮮であったリュウさんの日記の一節です「カンカン坊の青年こそ最も気の毒な存在であった彼はしようのない時発熱したと言うべきであろう俺は彼の身代わりとなってこの素晴らしい幸運を拾ったのだあの青年は決してデン・ゲモン氏殺害の犯人ではなかったのである」 いや、おそらくは誰もが犯人ではないであろう。デンゲモン氏は、ただの伝染病パラチブスで死亡したのである。俺は現代の解剖医学を疑いたくはない。デンゲモン氏の死体解剖の結果、紛れもないパラチブスであることが判明したからだ。なお驚くべき事実は、デンゲモン氏の脳神経が、 ある種のデン・ゲモン氏の名誉のため明記することはできない地方省に侵されていたことであるすなわち彼はずっと前から発狂していたのだ彼は一種の被害妄想郷に過ぎなかったのだ俺は昨日奇妙屋敷の整理を手伝ってデン・ゲモン氏の居室から彼の古い20年前の日記を発見したのであるが その日記帳には彼の青年時代の恋愛葛藤が細やかにしたためてあったのであるそして K.I. という男がその恋愛に敗れて彼に復讐を誓いながらドイツへ去ったことも事実であるらしい俺はその日記帳のページに挟まれて変色した一通の古い風書を読み全てを了解することができたのであるそしてこの風書こそ 6年前デン・ゲモン氏の性格を一変せしめたものに違いないのである封書の文面はいとも簡単なものではあったがそれはドイツへ去った友人からの単なるご無沙汰見舞いにすぎない重要視すべきは追記の文句であるなお小生の研究題目 エルベーチ中央の病原菌に関する新発見も完成し近日懐かしい故郷、日本へ帰国できることととなりました。という一見したところ別に恐ろしいこともないありふれた報告なのだしかしデンゲモン氏はかねがねその友人がドイツでエルベーチ王という恐ろしい伝染病の研究をしているのを知っていたらしく いよいよその研究が完成ししかも帰国すると知らされるとただでさえ復讐されるかもしれないと恐れていたところなのでそれにでなくてさえすでに発狂の生理的原因はあったのだから手紙を読むとそれまでの恐怖心が爆発したものに違いないのである彼はその日その時から自分はその男に絶えずつけ狙われ いつどこでその男が1匹の病毒を含ませたかを死の使いに仕立てて自分を殺害するかもわからないのだと妄想し極度の警戒をし始めたのであろう彼の被害妄想は彼の人格を一変せしめたが少女ユキは彼女の父が発狂したのだとはわからなかったらしい伝右衛門氏の日常が その極度なまでの警戒心を除けば常人と変わりはなかったからであるデンゲモン氏は単なる被害妄想郷に過ぎなかったのだデンゲモン氏の死亡とエルベーチオとの間には何の関係もないのだデンゲモン氏はただのパラチブスで死んだのである彼の手のひらで発見された1匹の巨大な藪は、 単にに匹のの巨大なな過ぎないのだ。フレボートムスとかいう蚊ではなかったのであるそのブカが密閉された部屋のどこから出現したかということはあの時デン・ゲモン氏がトランクの整理をしていたことと結びつけて考えればいいのだブカが56日の間トランクの中へ潜んで生きていたということは十分。 可能性のある推理ではないか、9. 週末竜さんは日記を書き終えると荷物をまとめて奇妙屋敷へ引っ越してしまうのでした少女の方から彼にこの屋敷へ来て自分と一緒に暮らしてくれと言い出したからですそして竜さんのつもりでは これでもうあの事件を見事に解決した気でいるのです。しかし、劉さんは？もっと深く考えるべきでした。そして、一応は現代の解剖医学をも疑ってみるべきでした。伝言氏が果たして単なる被害妄想郷であったかどうか？あんなにも根深く刻まれていた。恐怖や警戒が。 たただの発狂沙汰に過ぎなかったかどうか。っどう彼は果たしてパラチブスで死亡したのかどうか彼の血を吸うたらしい藪カが普通の藪カでありトランクの中に潜んでいてから出現したものであるかどうかもしもリュウさんがこれらの書店をもっと深く探求してゆくなら全く意外な事実を発見することができたかも分かりません。 ンゲモン氏に復讐を誓ってドイツへ去った男に一人の息子があることやその息子とこの事件の青年とが相似していることや人間の復讐心というものがいかに激しく根深くあるかというようなことを知って立然としたでありましょう事実劉さんはかの青年が自分の犯罪を隠蔽するため仕組んで 二重三重にはりまわしておいた網にひっかかり、あやつられていただけなのかも、わかりますまい。